皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト、林一真と申します。本日はですね、オンライン決済会社のですね、ストライプがですね、資金調達をしてですね、かなり、多くの評価額になっておりますので、本日はですね、こちらの方をご紹介してみたいと思います。もし本日の内容にご興味ある方はぜひ最後まで、ご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started。はい、そうですね、早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。 Stripe Valuation Soars to $95 billion after latest fundraising。 最近の資金調達の後にですね、 Stripe のですね、時価総額っていうのがですね、950億ドルぐらいまでね、上がったということなんですね。 Stripe has been the most valuable private company in Silicon Valley as after the investor stock deal valuing the online payments processor at $95 billion。 そうですね、プライベート、要はね、上場してない非上場の会社としてはですね、今シリコンバレーで最も評価額が高くなったのがこのストライプというですね、オンラインの決済会社ですね。まあ、オンラインの決済会社といえば最近ではですね、ペイパルとかスクエアとか、もしくはですね、フィダリティとかですね、いろんなものがあるんですけども、私自身もね、このストライプというのはね、実は使ったことがあるんですけども、この会社っていうのは今、非常に評価が伸びていると。Participation in Stripe's latest fundraising, which raised $600 million of new equity, including Ireland National Treasury Management Agency, Allianz Fidelity, Barrier Default, Giza, Sequoia Capital。 まあ、これらのね、会社がこぞって、出資をしたと。それで600ミリオン集まったということになっております。ストライプっていうのはですね、もともと2010年に創業してですね、2人のアイリッシュブラザー、パトリック&ジョン・コリソン、アイルランドのパトリックとジョンの兄弟が立ち上げたと。現在では32歳と30歳という兄弟で立ち上げた会社でして、この1年間以内でですね、3倍ぐらいの評価額になっていると。ね、まあ非常にいい感じになってますね。これがね、今コロナでですね、かなり多くの巣ごもり需要なのでですね、こういう決済会社って今非常に伸びてます。ペイパルもそうですし、スクエアもそうですし、このストライプもそうですけど、今かなりですね、オンラインでの消費っていうのはどんどん増えているためですね、決済会社っていうのは非常に伸びている中で、このストライプもですね、非上場会社として今非常に伸びてきているということで、まあ、本当にね、今後も期待したい会社だというふうに思っております。今後ですね、このストライプがどのように伸びていくのかっていうですね、我々の方も見てみたいと思います。私もですね、前やっていたAirbnb というね、ビジネスの中の決済で、このストライプというのを使っておりまして、非常にね、使える会社だと思いますし、まあ今でこういったね、Shopify とかそういうところでもですね、ペイメントゲートウェイとしてですね、使えるアプリですので、ぜひこちらの方もですね、皆さん使ってみるといいんじゃないかと思いますね。API とかも非常にね、発達しているので、プログラミング使って自社サイトに導入しやすいっていうのもね、一つのポイントだというふうに思っております。はい、じゃあですね、この決済会社が今ね、巣ごもり需要で非常に熱く伸びているということもですね、一つご紹介させていただきました。はい、それではですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツが良かったというので、ぜひいいねをよろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。また Twitter の方もですね、ぜひこちらの方から、よろしくお願いします。まだ日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys for watching and I see you guys tomorrow. Bye.